こんにちは、リンダコです。今回はよく質問されるシェイカーキーホルダーのフィルムについてお話ししていきたいと思います。まず使用しているフィルムについてなんですが、私が使用しているのはカクレ工房グリーンオーシャンさんのシェイカーキーホルダー用のフィルムになります。この保護フィルムがついてるのがポイントです。こんな感じで薄い保護フィルムがついてます。では実際にこの星型の枠に合わせてフィルムをカットしてみたいと思います。保護フィルムがある方を上にしてマジックで形を描いていきます。私はいつも枠の内側に合わせて線を描いています。好みがあると思うので自分のやりやすい方で形を描いてくださいね。形が描けたら次はカットしていきます。おすすめのハサミはこちら、タミヤのクラフトバサミです。焼いたプラ板をカットできるぐらい切れ味がいいので、少し厚さのあるこのフィルムでも全然サクサク切れます。マジックで描いた線より少し大きくカットします。そしたら枠にレジン液を出していって、全体に平らに伸ばしていきます。保護フィルムを外してそーっとレジン液の上に置いて硬化します。これでフィルム貼りの完成です。参考になれば嬉しいです。それではバイバイ。